で田村さんって NBA だけじゃなくて、あの八村塁の高校時代の話あるじゃないですか。もう高校バスケ、大学バスケ見てるから、もうそこの話ができるじゃないですか。それでかいですよね。いやまあ確かに、その代わりスケジュール地獄やからほんまに。いややっぱもうね、無理よ。いや正直俺漫才してるからね。漫才しながら、探偵しながら、ほんまやな。NBA、B リーグ、大学バスケ、女子バスケ、高校バスケ見るの無理。バスケ好きやっぱ寝てない説ありますよ、結構。NBA の時間がやっぱり結構なんか朝とか違うじゃないですか。アメリカ時間なんで。しかも何試合もやってますしね。そうそうそう。だから俺は NBA 観戦の時のスキップ術がすごいから。スキップ術。初めて聞いたそんな言葉。はい、5秒のスキップの場合、はい、フリースロー入るでしょ。はい、だから2回飛ばしたらちょうどウッドが始まるんですよ。でもう1回5秒飛ばしたら2本目になるんですよ。はい、もうその時間完璧に把握してるから。なるほど。すごい。まあ、確かにボールをこう回したりくるくるしてこう、そうそうそう、なんかドリブル。ルーティーンがあるから。はい。それいらないですもんね、ルーティーン。もうバンバンバンって。タイムアウトとかもバンバンバンって。もうもちろん。最後のファールゲームとかもパパパンって。もちろん。わかんのこれ見てる人。NBA はまあ面白いの分かるじゃないですか。はい、でも今こうバスケット日本でね、B リーグ、うん、大学バスケ、高校バスケで、まあ、女子バスケ、うん、どれが一番好きとかあるんですか。結局だから B リーグを本気で楽しもうと思ったら、うん、大学バスケ見た方が絶対楽しいのよ。へえ。大学時代にこういうプレーしてたやつが B リーグになって、はい、ポジション変わってるやん。はい、栃木の橋本康介4番、うん、5番やってたのに3番、うん、4番になってるやん。ドリブルむちゃむちゃうまなってるやん。あのドライブの時むちゃくちゃ腰落としてるやん。今までとプレーちゃうやん、違う筋肉つこてるやん。それがもうだってまだ B リーグだって2年3年目ぐらいですよ。もうそうです、3年目かな、3年目か4年目ですよね。まだそんな浅いその B リーグでもう大学のことから分かってんの。親目線だよ。すごいですね。それをほんで今度はじゃあ高校バスケを見ると、はいはい、そうか、あ高校の時あのスーパースターが大学でそんな名前出えへんかったけど、はいはい、なんとかギリギリプロ入ったな思ったら、はい、プロでもっぺ花咲くみたいな。はあ、すごいな。あのそこまでいったらすごいな。まあ、だから、まあ、高校野球とかと一緒ですよね。そうそうそう、東京住んでる特権でもありますもんね。関東大学バスケ見えるっていう。で、あと代々木行きますし、全国大会。でもいいあれやで、インターハイは各地でやるやろ。あれはインターハイですね。そうやん、だから。それを言ってたな。そうや、俺広島まで高校の準決勝見に行ってから。